はい、こんにちは、みずくんです。これ線路すごいっすねはい、ということでね、私今ね、一本動画撮り終わりまして、今どこにいるかというと、近鉄南大阪線二条山駅ということでね、はい、二条山駅に来ておりますということでね、先ほどまで踏切を撮ってたんですけど、この南大阪線やっぱりね、踏切の宝庫と言われるだけあってね、凄まじい踏切でした。やる気のみなぎるね。でね、もう一本動画撮りたいんですけど、踏切シリーズこのまま引き続き行ってみましょう。で、二条山駅にいるんで、この二条山駅から二条神社口が、隣が二条神社口があるんですけど、この間にね、なんか怪しい踏切もあるんですよ。ちょっとそこ行ってみようかなと思います。なんで、今二条山駅いるんですけど、二条神社口まで歩きます。営業キロは 1.1 キロなので、まあまあまあそれなりの行けるかなという判断してるんですけど、ちょっとね、目指して二条神社口、こっちなんですけど、目指して行ってみたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。で、二条山駅なんですけど、これどっち行ったらいいのかな。こっち目指していきますか、とりあえず。どんずる坊まで 2.5 キロって結構距離ありますね。うまくね、踏切のところでね、電車が来てくれたらいいんですけどね。二条神社口進んでみましょう。古民家、はあ、こんなんあるんだ、すごいなこれ。葛城庵、すごいよね。でもこれどうなってんだ。どうなってるんですかこれは。すごいな。なんかこういうの見たらすごい歴史チックですね。すげえこのポストすげえな。こっち行くのかな。すごい 1.1 キロやから安易に考えてるんですけど、いかがなんでしょうか。まだ二条山の駅がすぐそこなんで、まだまだだとは思うんですけど、これが二条山第一号踏切ですね。なんか向こう怪しそうですね、これこの踏切ちょっと行ってみましょう。行けるのかなこれ。こっちから行けるのかな。行ってみましょう。すげえな、すごい民家なんですけど、めっちゃ蜘蛛の巣が張ってるんですよ。なんだここは。いや僕はただ踏切が行きたいだけなんですけど。よいしょ。これは民家、人のお家ですからね。
あ、これなんかなんか、らしくないですか、これ。これ、この先踏切があるとか、ないとか、あるとか、ないとか。いやいや、ちょっと待って。なんか踏切じゃないけど、なんか見つけたよ、これ。踏切じゃないけど、お、すげえな、お、すげえこれ、なんだこの恐竜。僕の頭だと、ああ、ぶつかるぶつかるぶつかる、もうここでぶつかります。すごい、なんだこれ。あれ、なんだこれ。こんな恐竜があるんだ。はあ、すごい。 1.6 メーターですからね、凄まじいですね。はあ、車は通れないですよね、これ。で、ここになんか、ここ階段みたいなのができてるんですけど、これはいいのかな。あ、なんかそこに踏切がある。これこれこれ、これ行ってみようか。どうやって行くんだろう。すごいなこれ。魔境ですねこれ。ということでね、頭上注意してください、この恐竜を下くぐるときは。さっきの踏切やな、どうやって行くんだろう。これ上へ行けるよね、上から行くのかな。なんか人んちしかないのかな、これ。なんかよく、あ、こっちだ、こうだ。民家がある、民家が。失礼します。すごいところにあるなこれ。あ、これこれですね、これ。またすげえ踏切だなこれ。あー、なるほどね。あ、危ないって書いてますよ、危ないって。確かに危ないですね。狭っ。あ、でも二条神社口が見えてきましたね、これ。これ二条神社口ですね。このね、ちょっとやっぱり狭いんですよね。幅にして1メートルもないんじゃ、まあ1メートルぐらいあってもですね。すごい、こういう感じになってるんですね。これが二条山第二号踏切ですね。二条山第二号踏切。もう一個向こうにね、踏切があるんですよね。これもちょっと行ってみたいですね。すごいなこれ。いや、凄まじいっすよ。これ、人の民家がもう横にありますからね。これ。すごいなこれ。で、田畑ね、畑されてるんでしょうね。いやー、すげえな。ちょっと蜘蛛の巣とか張ってますけど、こういうところがあるということですね。
で、これはどこにつながるんだ。ちょっと上登ってみようかな。あ、でも電車来ますね。なんか虫がいっぱいいる。ちょっと待ってみようか。前傾を取りたいね。どんな音になるかも聞きましょう。若干早いけど、これ片方しかついてないですね。こっちついてないですね。これは不具合ですか？ということで、こっちから来るみたいですね。はい、こんな踏切です。さあ、これ上登っていくと、うわー、二条山めっちゃいいやん。お墓があるんですね。お墓があるんですね。こういう感じで、なるほど。そういうことですか。あ、お墓があるということですね。さあ、また電車が来ます。ちょっと撮りますか、せっかくなんでね。あ、電車来るの早いな。なるほど、こういう感じですね。すげえな。じゃあ、これが二条山第二号踏切。次ね、向こう、そこの踏切行きますか。これが二条山、多分第三号踏切になるんじゃないかな。本当はね、まあ、ここ突っ走りたいんですけどね。まあ、そういうことはやっちゃダメですよ。はい、絶対やったらダメですからね。気をつけてください。ということで、どうやって行くのあれ。これ下行くところがあるな。下から森が一個あるんですね。これ森が、いやー、お腹すいたんすよ。もう最後ね、大間寺でどっこいまんじゅう食いたいんですけどね。そう、時間あるかな。どっこいまんじゅう食いたいんすよ。どっこいまんじゅう、どうって、まあ、あの可愛らしいどうを拝みに行きたいんですけど。すげえな、これ踏切すげえところに。ん？なんだこれ。池だよ、池。池がある。これ行けないな。さっきの踏切、お墓の方から回っていくか。お墓の方からアクセスしていくしかないですね。とてもじゃないけど、営業キロ 1.1 キロやのにめっちゃ長く感じる。はい、そんな感じです。頑張りますよ。さあ、お墓の方まで戻ってまいりました。この森をね、越えないとね、多分その二条第三号踏切行けないんで、ちょっとそっち行きたいと思います。さあ、お墓からこっちやね。こっちの方行かないといけないね。ほんまに営業しんどい。
ヘロヘロですわ、もうヘロヘロ。あ、でもこういうところに二条山大麻と書いてますね。はい、近畿自然歩道ということでね、こういう感じで書いてくれてますね。これだな、この先幅がまあ狭くなるために通り抜け困難と書いてますね。はい、幅院狭小ちょっとよくわかんないですけど、ということはこっちの方にあるのかな、踏切ちゃん。踏切ちゃん、ちょっと待っててや、踏切ちゃん。こっちっぽい気がするんやけどな、こっちのような気がする。いや、いい天気で暑いわ今日。すごいさまよってますけど、めっちゃ暑いです。今日は10月の19日、ひえーって感じですよ。まあいい運動になるわ。よいしょ。電車がちょうど来てくれるとありがたいんですけど、すごいね、田畑がいっぱい、膨大な田畑だ。あ、ちょうどいいとこに電車来るぞ。よいしょ、これだな。お、すげえなこれ。これあれ、ならない。蜘蛛の巣張ってますもん。もうなると思うんですけど、これが二条山第3号踏切ですね。はい、第3号踏切になります。すごい場所だなこれ。この先も行くところがないですからね。で、畑があって、まあそこに畑してる人はいるんですけど、まあ、そういうところぐらいしかないという。これはちょっとこの先行けないですね。はい、もうこんなになってますからね、凄まじいです。すげえな、これが二条山第3号踏切ですね。はい、すごいところにあります。いや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 、参りました。はい、まあ、これもね、狭いですからね、やっぱりという感じですね。はい、暑っということでね、二条神社口まで目指していきます。あともう一個ね、多分二条山第4号踏切があると、あれはね多分波の踏切だと思うんでね、
ちょっとすいませんけどスルーします。ということで二条山口戻りましょう。これまたこれ戻っていいかな、しんどいしんどいんやけども、しんどい、あれはちょっと強烈ですね。マジかって感じ。いや、いい運動になるわ。でも非常にいい運動になりますよ。おお、大きい道に出てきましたよ。なるほど、ここからが葛城市になるんですね。じゃあ柏市と葛城市の境界線みたいなところですか、ここが。こっちが柏市でしょうね。え、柏市って書いてますね。ということで葛城市と柏市の間に今僕は立ってます。イエーイ、疲れた疲れた、めっちゃ疲れた。ほうほう、さあ一個踏切をすっ飛ばしてしまったんですけど、これが二条山大大何号踏切なんだろう、第6号踏切になってますね。はい、で二条山、二条神社口がもうすぐそこなんで、はい、もうすぐそこですね。これはもうゴール目前ですね。はい、ということで今日はですね、二条山駅から二条神社口までね、ちょっと踏切をね散策してみました。いかがだったでしょうか。まだね、まだ序の口って言ったら序の口だと思うんで、まあ訪れようと思ったらね、まだ簡単な方かなと思います。なんでね、興味ある方はねぜひ一度訪れてみてください。歩くけどね、車止めるところがないからね、ちょっと車で来れないんですよね。それが痛いところで。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。しんどい、ありがとうございました。失礼します。